未来少年コナンは学生時代に大きく影響を受けた作品です。久しぶりに未来少年コナン第3話を見ました。実は数年前から弓道。 を始めたのです。えー、始めてみて今まで気づかなかった点を発見しました。それはジムシーの弓です。えー、弓自体は和球と異なり、アーチェリーのような要球の形なのですが、ジムシーの矢の使い方が和球です。何かっていうと、弓の外側に矢が来るって書いてるんですけど、アーチェリーって弓の内側、こう弓持ってますよね。矢はこの内側に使えるんです。それに比べて和球、弓の外側に使えるんです。何が違うのかと打った時の力のバランスが違う。えー、さらに矢を発射した瞬間に、 弦の部分が手の甲の側にぐるっと360度返っていきます。これを湯帰りと言いますが、和球独特のものです。この湯帰りの力により、矢がわずかに押し出され、右にそれずまっすぐ飛ぶようになります。ちなみに初,初心者は湯帰りができません。2段ぐらいになると自然にできるようになります。さすが宮崎さん、弓に関してもよく観察してると改めて感心しましたってことなんです。湯帰りですね。ジムシーが矢をつがえて打ってるし、 本当にやってるんですよ。ジムシーが、え、弓をです、ね、構えて矢をつがいます。確かに体のですね、あの、外側にあります。で、打った瞬間に弦が前へ来て、腕の反対側へ弦が回っていってます。はい。これが湯返り現象です。これによってですね、打った瞬間にこの反動が弓の方がですね、ぐるっと回ることによって、わずかに矢がその外側へ押し出されて、 これの間で命中率上がるんです、アーチェ、それをしない代わりに、弓自体がちょっと歪んでいて、あの、弓のど真ん中を矢が通るようになってるんです。穴みたいなのが開いてると歪んでいて、それに比べて、和球っていうのはこの木の形自体を尊重して、そうではなくて人間の技術で、 あの、湯帰りで回すことによって歪みをなくしてるんです。和球っていうのは真ん中持たないんです。確かにジムシーはこの弓のど真ん中持ってるんですけど、和球っていうのは本当は下から3分の1ぐらいのとこ持つんです。だから本当は弓これぐらいあるんです。で、え、上が方が極端にでかい。なんでかっていうと、日本は高温多湿で強い材質で弓を作れないんです。すぐにあの木がダメになっちゃうからです。身長も低いし腕の力も弱いので、それをなんとかカバーして遠いところに矢を打つために上下非対称の弓 弓のの形っていうのを作ったんですすっごいでかい弓でその下から3分の1ぐらいのところをつがえて引くことによって飛距離を稼ぐというです,、ね、すごい不思議な弓の形をしていますけど、まあ、まあ宮崎アニメ